こんにちは、吉田さん。300万円ね、稼ぐ秘訣。今でも300万稼げるんですよ。地方の勝利というテーマでね、今回お届けしたいんですけども、自己アフィリエイトって今でもね、私ね、またね、人に教え出したんですよ。近所の方に教えてます。非常に簡単と言いますかね、こんなことで喜んでくれるんだ、みたいな感じですよね。で、すごいびっくりしますよね。以前、2013年は、広島の中でも都心部の方で、私はね、速稼塾をやってましたんで、東京よりはだいぶなんか、ね、情報の精度っていうのは落ちるんですけども、それでもね、東京で流行ってることを広島でやればかなりウケるなっていう風なね、読みのもとやってたんですよ。でその通りになったと、吉谷さんの見立て通りでございます。で今当時ね、2013年から2015年まで私もね、1000回を超えるセミナーとかね、面談も1000回を超えてますけど、やってきまして、もうやり尽くしたかなって感はあるんですよ。まあそれでもね、広島まだまだ攻めるところあると思いますけども、でも私は今ね、広島よりももっとね、人口の少ない本当にね、田舎の港町に来てるんですよね。そこでネットのリテラシーはもっと低いんですよ。でここで自己アフィリエイトまたやりだしたというねなんかまたさらにブレイクしてます。だからね、日本全国私自己アフィリエイトだけで一周できると思いますよ。全くお金自分で手出しをせずに、まあ最初の2ヶ月ぐらいは自分のお金でやると思いますけども、3ヶ月目ぐらいから自己アフィリエイトとかの収入が入ってきたり、人に自己アフィリエイトを教えたその報酬も後払いとかだったら入ってくると思いますんで、あ、そうかそうか、自己アフィリエイトを教えてすぐにもらえばいいんだ。日本一周できますよ。だって1人に教えたら2万円もらえるわけですから、1人に3人ぐらい教えたらもう6万ですよ。十分ですよね。まあなんか大悟さんの収入抜くんじゃないかみたいなねそんなとこまでいけんじゃないかなと思いますよね、自己アフィリエイトだけで。で地方で自己アフィリエイトを教えて、収入をいただくっていう形もありますけども、前回ねこんなことがありました。私町内会で今司会をしてるんですけども、そろそろ町内会にもホームページを作りませんかっていうふうなね提案を出したんですよ。そしたら多くの方の批判が来ました。その批判の第一がホームページを作るのお金がかかるって言うんですよ。いやー本当にねざまあ見ると思いましたね。で聞いてみると、皆さんねホームページ業者さんに20万とか30万とか払って作ってもらってるらしいんですよ。というのが、私の町にも事業者さんっているんですよ。自営業やってる方ね、ホームページ20万とか30万で作ってアクセス取れてないんですよ。ホームページってアクセス取るために作るもんだろうと思ったんですけどもね。まあそれで私はですね、いやホームページずいぶん前から、私2013年から無料で1万サイト以上作ってますよってお話したらね、シーンとしますよね。でもまあ作ってますからね。で、私は自分の町内会のねホームページもサンプルをいくつか作ってたんで、それをお見せしたんですよ。でこれコストいくら、ただですねサーバー代はって、サーバー代とかいらないですよって、最近は無料なんです、無料でホームページスペース貸し切れる会社があるんですよって言ったら、じゃあうちが頼んでる業者さんって何なんだって言ったら、そこの業者さんは無料のスペースを使ってあなたに有料で売ってるんですよっていうねお話をしてですね、なんか雰囲気悪くなったみたいなことがあるんですけども、このぐらいですね遅いんですよ情報が。私の町とか、いや他の町も多分そうでしょう。なんかね全然ね分かってないって言いますかね。今ね確かにネットで検索したら何でも出てくる時代なんですよ。でもそういうことを言う人に限ってネットで検索してないし、検索する結果がセンスが悪いんですよ。ネットで検索した結果なんかねどうしようもないものに行き渡ってるんですよ。だからもうネットで何でも検索できるけども、何でも検索できるスキルがないんですよね。いやーもうね、だからこそ私はね勝利するんですけどね。だからこの動画をご覧になった方、本当にね自分で気がついてないだけで、もうその辺にねお金は落ちてますし、時間も落ちてます。もったいないぐらい落ちてます。そして、例えばね地域の方にホームページを教えてあげたら、地域の方もみんな助かるんですよ。不当に搾取されたお金がなくなるわけですから、で信頼もできますよね。で仲良くなりますよね。で中学生とか高校生にホームページ作成講座とかやってあげれば、何よりもいい家庭教師になるんじゃないですかね。数学とか理科とかそういう家庭教師なんて全然必要ないと思いますよ。そんなね昔の学歴主義をさらに繰り返すような、まあ私はっきり言って愚かだと思いますよ、こういう風な家庭教師つけるのは。これから家庭教師つけるんだったら FX とホームページですよね。情報発信のことですよ。 YouTube でもいいです。で情報発信する家庭教師をやらないとかわいそうですよ、今の中学生高校生が。すっごいかわいそうですよ。なんでねこんなね計算式を覚えたりとか漢字を覚えたりとかね、くだらないと言いますよ、こういうのは。くだらない。これね確かにマスターしても大した差がつかないんですよ、できた方とできない方って全然差がつかないんですよ。そんなことするんだったら情報発信の方が簡単で圧倒的な差がつくってことをやっぱり教えてあげないといけないと。
ただやっぱりでも大人の世代がね、親の世代が全くそういう情報に対してのリテラシーがないから、子供たちに教えることができないっていうね、これが負の連鎖です。本当の負の連鎖です。お金が全くなくったって、この情報発信をすることの強みとかね、コンテンツを作る、フリーコンテンツを作ることの強みって教えれるはずなのに、親が貧困なんですよ。情報に対して貧困、IT に対して貧困。全然情報が扱えてないし、本物と偽物を見分けることもできないし、検索の結果はボロいと。こういうね、親の元とか地域の元に生まれた人って本当に不幸だと思うんですよ。で、もう怒りが込み上げてきますね。そんなんでね、親面するっていうか大人面するのが、もうこれは腹が立つぐらいですよね。こんなのがね、社会の中枢にいるからおかしなことになると思いますけどもね。情報発信必須だと思うんですがね、皆さんいかがでしょうか。まあ、これがね、300万稼ぐ秘訣かなというところでございます。